2015年度はトライアル区間を完走、2015年度はトライアル区間完走に続き、マイルストーン2を獲得、2016年度は横断歩道を除いたコースを完走、マイルストーンは3獲得しました。今年もぜひ記憶を伸ばしていただきたいところですが、お話できますか、大丈夫ですか。 今年は、昨年は横断歩道を除いたコースの完走ということですが、今年度は伸びはありそうですか。横断歩道なしで完走はでもできそうですか。完走しますとのことです。完走しますって4回言いましたからね。結構もう信じていきますからね。ちょっとゴール地点に戻った時にいますかって聞きますからね。いなかったらいなかったよ、嘘だったよって言っちゃいますよ。はい、わかりました。わかりました。待ってますよ。 30秒前。はい、30秒前です。 しっかり私の手元の資料にも感想と書きました。ぜひ皆さん、この2キロ区間、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0、スタートしてください。はい、スタートです。 オーアルファ、いってらっしゃい。それでは出走10番です。機械制御工学研究室芝浦工業大学の勤務、ロボット名は山吹さんです。
それを世の中的に作れるかどうかっていうところを
Thank you.
だったんで、はい、そんだけいいですか。
Thank you.
ロボットが通りますので、お気をつけください。自転車が通ります。お気をつけください。
Thank you.
ちょっとゴールじゃなかった。じゃなかったらそのまま行きます。ごめんなさい。変なとこ行っちゃった。え、次発送いつでしたっけ？1時10分です。あ、10分、あと15分。 下村さんも前提っていうカメラですか？お願いしていいですか？ええ、あ、あ、どうしよう。じゃあ上田先生が。はい。ちょっと前の方、ちょっと何人かしゃがんだ方が前半取りましょう。 ありがとうございます。はい。なんで後藤とかさ。なんで今ないの？あ、行きます。笑顔で。ガッツポーズで。ガッツ。はい。